近です。今回はみんなが知りたいであろうコントロールの付け方、これを教わっていきたいと思います。やっぱりピッチャーやってるとコントロールってもう命じゃないですか。それを、もちろんね、投げ込みをするっていうのは大前提にあると思いますし、それをなくしてね、いきなりこのコツだけをやればうまくいくかってそういうわけではないんですけど、投げ込み以外にもどういうことに気をつけてやっていけばこうコントロールがつきやすくなるのか、実際の経験をもとにですね、いろいろ教わっていきたいと思いますので、ぜひ動画最後までご覧ください。はい、では早速やっていきましょう。はい、では早速今回はコントロールについて聞いていきたいと思います。まずはね、投げ込みがまず第一ですよね。よく言われるね、やっぱり投げ込み。そうですね、練習の時にこれやってほしいんですけど、投げ込むっていうのが一番なので、どこのコースに投げるよって言って投げてみてください。投げるコースを言う、インコース投げるよって言ってインコース投げる、インコース低めならインコース低め、アウトコースならアウトコースって、おうおう、はっきりキャッチャーに言ってから意識を持ってそのコースに投げること、投げ込みの練習の時はぜひそれをやってみてください。はいはいはい。あとはボールを持ってなので、今日持ってきたのは言うでもありません、ボールとオートマチになるためのボール。なんだそれは、ただのボールだよ。的を目がけて転がしてください。はい、こちらはですね、100均とかに売ってる柔らかいボールなんですけども、これをね、コロコロコローっていう感じで転がす練習になります。同じようにできれば横向いてください。はい、こんな感じでですね、体は投げる時のように横向けになって転がしましょう。で、ボールがこう浮いてしまわないように手首のスナップをうまく利用して転がします。このスナップをうまく利用するためには、こう地面からね、ボールが離れないように転がすのがコツになります。はい、で、コースの投げ分けの時はちょっとですね、移動して角度をつけて転がしていきます。で、これは右バッターのアウトローに投げる感じです。こうやってですね、転がしながらリリースポイントの位置を確認していきましょう。で、また反対に動いて、今度は右バッターのインコースに投げる感じで転がします。こういう練習をですね、家の中でもできますので、ぜひやっていきましょう。で、こんな感じでポイってね、こうボールを投げ上げないように注意してください。そしたらこの辺で後ろで離してたら、もちろんこうボール進まないじゃないですか。やってみたら分かると思うんですけど、リリースの位置がしっかり前にリリースしないと、そうそうそう、こういうボールになるので、前にリリースするよ、そうそうそう。このボールの軌道でリリースポイントを確認できますので、しっかりね、リリースポイントを意識して転がしていきましょう。で、今度はね、大きいのに慣れてきたらちっちゃいボールで転がすイメージですね。そうです。で、ちっちゃいのもね、後ろで離しちゃうとやっぱりこうやってそうこうなってくるので、で、大きいのと一緒でリリース、そう、家の中だったらね、こういうので音出ないし、で、ペットボトルなんかで代用しながらね、的にしたり、そうです、狙って転がす、そう、浮いてしまわない。本当大きいボールがね、一番分かりやすいんですけど、前で投げれても後ろだけ投げてもそうなっちゃったり、後ろに投げたらこういう風になりますし、なのでリリースだよって、外でもできるんですけどね、家の中でぜひね、一人でもできますからね。そうで、ちっちゃいボールでもコロコロコロ、これぜひね、やってみてください。リリースのポイントも分かりやすいですしって感じですかね。なるほど。じゃあもう一個が振り上げの位置でやっぱ変わってくるんですよね。引いて投げる、そう、この時にビビたるものなんですけど、セットしてライズの時にはこっちだよとか、ドロップの時にはこっちだよってビビたるイメージなんですけど、イメージだけでも全然変わってくるんですね。前に投げるんだよって、振り上げるのは前に振り上げるんですけど、イメージの中でこっちだよっていうイメージをつけてあげる。左だよとか。でもこれ絶対間違えないでほしいのが、
実は左にこっちに投げたいからといってこっちに振り上げるとどうなるんでしょう。だから右こっちがピッチャー、私ピッチャーです、はい、右バッターのアウトコースに投げたいっていう時にそっちに向かってこう出す、はい、これやりすぎると開くので逆に、うん、インコースに行ってしまうのか。そうガーン。そうなので投げたいからといって、うん、そっちに向かって振り上げないように逆、あ、実は逆なんですよね。で振り上げるイメージを持つとインコースとアウトコースがね投げやすくなるのでぜひやってみてください。なるほどね。イメージなのでそんなに大きく振り変えたらいけないんですけどね。なるほどね。そのこうやって構えて普段こうまっすぐ行く感じ。そうです。ちょっとこうイメージイメージね。そう。右にしてみたりするってこと？そうです。へえ。それで投げ分ける練習の時にぜひやってみてください。それさ実際さこう構えるじゃん。はい。でこうやって例えばちょっとこっち組右側に、はい、振り上げた時は。右バッターのアウトコースに投げるって感じ。投げようかなってなっちゃう。そうです。脳が体が楽じゃないですか。うん、なんかそっちに投げそうですよね、うん、なのでそっちにコントロールがつけやすい。つけやすいんだやっぱり。でもその代わり下半身はやっぱりバッて持ってこないといけないけど。へえ。じゃ あ右バッターのインコースに投げたいっていう時は若干ちょっとこっち意識すると投げやすい。そうです。へえ。知らなかった。必然的にこうなることでストレートをやろうとするとこう開くのであとは下半身持ってきてっていう体の動きが ね、 なるほどね。ただこれねあまりそういう投げ方でコントロールの投げ分けをしてると体が開いてしまったりとか下半身が残っちゃったりするので、うん、まあ、簡単なイメージを持つだけっていう練習でね取り組んでみてくださいっていうような。基本的にはまっすぐまっすぐでやっぱり一点集中だったりとか、うん、そのコースに投げることを発言して投げる、うんうん、いい時もいい。あといい意識を持つこと。ああ、それあったやんか。自分で自分はできるって思って投げ込むことですね。そうですね。結構あのこの動画見てくれている方はよくわかると思うんですけど、結構自画自賛が多くないですか、うちら。ポジティブシンキング。天才とかね。結構褒めてる自分のことすごいみたいな感じで言ってること多いと思うんですけど、結構それ大事よ。自分ができるイメージ。いいイメージを持つことがいいですよね。いい。で誰も褒めてくれなかったら虚しいので自分で褒めると結構本当にいいイメージを持っておくとその通りに動けたりするよね。そうなんですよ。本当にそうで、なんかこういうところに飛んできたらじゃ飛び込んで取ろうとか思って守ってると本当にボールが来て飛び込んで取れたりとか、やっぱそういう経験ってあるんで多分そういうのもあるよね。あります。もちろんライズで三振取ろうとか思って。そうです。あのピッチャーってピッチャーライナーが来るときとかピッチャー返し来るときって一番ピッチャーが分かるでしょって言われるぐらいやっぱり潜在能力的に投げ瞬間が来るぞっていうのがあるんですね。でそれと一緒で、うん、その中で自分がインコース投げるよっていう意識を持って投げること、その例を重ねるからインコースに投げられる、アウトコースに投げられる、大丈夫、自分は練習してきたから大丈夫っていうポジティブにね。なるほどね。大事よね。はい。だからいいイメージを持ってやる、これは本当に今すぐ誰でもできる方法ですので、誰も褒めていただけなかったら自分で自分を褒めてあげる。そう、それも本当にねちょっとアホみたいと思うかもしれないですけどめちゃくちゃ大事なことです。自分で自分のことをねやっぱあかん、やっぱあかん、できへんできへんって思ったら本当にどん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 ね落ちていっちゃうし。そう、できないことはないのでね。うん、練習、それから練習するっていう感じ。チビでもできたしね、実業団なれたしね、うちらみたいにチビでもできるし、こういう風にね年を取ってもね、そう楽しめるスポーツなのでみたいな感じで思ってるとどんどんできるようになると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。はい、というわけで今回は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ダン。ありがとうございます。何すごい。ありがとうございます。なにこれかわいい。すげえアポロかわいい。でかっ。めっちゃいいよ。
4000人おめでとう。見てー、なにこれ、ウケんだけど。4000人ありがとうございます。めっちゃウケんだけど。優しい後輩です。すごい、なにこれ、すごいな。いやお疲れ様。すごい、ポイこれからも続きチャンネルをよろしく。